いやあ、せずげだよ。宵い闇の影。さあ、今回は、前回のパートナーも言ったけど、えっ、ー、と、このハテナ。ハテナを見るために、このギャラリーを100%にすることにしましょう。えっ、ー、とね、宵い闇の影の公式サイトに攻略のページがあって、そこに、あの、ギャラリーの回収編ってことで、ギャラリーの中で埋まりにくいやつのヒント、やり方だけで、やり方を書いてくれとんで、それを見ながらちょっと、 残り3つ埋まってなかったところをやっていきたいと思います。まず1つ目。マイちゃんの方でいろいろやらなあかんらしいんで、ちょっとマイちゃんにザッピングできるところでセーブした。これ使います。一番最初のセーブじゃ。で、すかさずマイちゃんにザッピングじゃ。マイちゃんの操作。で、ここなんですが、ここであの、なんか、マイちゃんにザッピングして、あの、ダグトを経由して3回ソークでハンマーを入手を 再度ダクトには入りもう完全にこれくイいとバリバリ読みようやけどさとりあえずダクトを探さなあかんってところでねそのダクトなんですがもうさ <laughs> 一時探して後でいらん部分カットするもめんどくさいんでさっきに探しておきましたここですここここここだけ床に違和感が調べてみるはいそしたらここにドコンって 床下にオイル階段だ。狭いけど、私なら入れそう。大丈夫イちゃんおっぱいでかいけど、それで使えたりしないはい、使えませんね。はっはっはっは。な、なんかこの、若干、しゃがみの体勢のイちゃん、なんかツボなんよな <laughs>。なんかシュールだなこれ。 <laughs> これ若干しゃがみの体勢でドタドタ歩く前ってなんかシュールなんよな <laughs> まあいいやえっとねダクトを経由して3階倉庫まで行かなあかんらしいでそこにハンマーがあるからそれを取れってきた3階倉庫このどっかにハンマーがあるんじゃないこれあ,、まあからさまに光っとる段ボールあるし <laughs> <laughs> もうなんか格ぐ姫システムやんか姫システムじゃ中に格ぐ姫がおるみたいな感じの竹みたいな感じになったじゃんはやハンマーでいいだこれは何かに使えるかも <laughs> ハンマーを手に入れたハンマーを見て何かに使えるかもって <laughs> も物騒やな物騒な女の子やなって思うけどしょうがないわでこれ再度ダクトに戻りマップ右上の床を調べるってあるんですけどまあ ここかここ、あ、上に行けるんじゃ。で、こう行って、右上、ここじゃないんかな。まあ、とりあえず、右上の方向に向かっていきよったらいつからつくんかな。こっちはいいとる。あ、こっちかな。あ、右上っぽいところ来たけど、ここではない。で、ここ下を下降りて、ここがここがおうーん、錆びついてて開かないけど、ここって、えろの階に通じてるのかな。 こここのハンマーをを使えばここを壊して2階に行けるかも私だってじゅんさんの助けになるんだから誰にも誰にも渡さない <laughs> もうやんでるじゃねえか <laughs> もうなんかスクールデイズのワンシーンを見ようような感じになっとるや <laughs> スクールデイズでも出てきても遜色ないようなことができそうだなマエさんは 私はただ、んさんと一緒にいたいだけなの。みんな、みんな邪魔ばっかり。私だけの。はい、ここ、んさんっていう名前をさ、とさんに変えたらもう、完全にスクールデイズです。ほほほほ、さんは、喋ってる言葉と見た目のギャップ。ギャップ萌えってやつか、これが。違うな、多分。あ、んさんに変わったわ。で、これで、あれじゃ えーっと、これで一つ終わりなんよな。キャップ燃えってやつか、これが。ちょっとセーブ戻ってきて、あの、ハンマー取る前のところまで戻ってきました。で、二つ目の説明をもう一回やっとこうか。もう一回いつか。ちゃんとやっとくわ。前にザッピングして、ダグドロを経由し、三階会議室へ出る。会議室。その後、三階会議室の内鍵を開けるっていうか、二つ目の。えー、っと、つまりね、 ハンマー取ったら、あの、舞ちゃんにザッピングができんようになるからさ、一旦戻らなあかんかったみたいな、そういう感じで考えてくれればよかろう。会議室やって。会議室どっちなんだろう。ええー、と、こっちかお登ったぞ来た会議室やったすらすら行ってますね。で、ここで、内鍵開ければいいんだ。さっきちょっと調べておき、う いやあねえ、君が悪い。どれどれ何かみが出てきたみたいだけど、なんだろう気になる。なにこれ。ねえ、ワクワクさ、これゴミ気持ち悪い。見つけたやって、見つかっちゃった。うふこれがじゅんさんだったらいいのになーって、まいちゃんは今頃思ってることだろうね。じゅんさんじゃないよ。残念だったね。なんかさ、こういうさ、 プラスアルファの面白さだなこれこ,こを開けといてなんだろうこれ会議の内容と一緒に隅っこに書いてあるこれだよこれがギャラリー回収の必要なやつだったんじゃここにも書いとんじゃなうち開けといてみたいな感じよこういうヒントもちゃんとこういうところに書いてくれと思うん,なんだよなおおあれね何だろうこれ子供落書き なんで会社に落書きなんかしてるんだろう子供だからだよ。坊やだからさよな。おおおこれは小さい頃のろの純くんだね。舞ちゃん、ごめんね。いや、違う。そんなはずない。あなたは誰なのマクロクロスケドゥゥドローああ、きっと幻覚で。 私、使えてるのね使いせいにした。まあ確かにアンダレイヤーやんどったらさ、使え、精神的に使かえとってもおかしくはないが。<laughs> 恋は使えるものです。めどくさいものです。でも、好きな日になったんだから仕方ないんだもん。マイちゃんはそう思ってることでしょう。とりあえずもう、やっとかなあかんことやっときます。あけます。ジュンさん、なんで私のことを覚えてないのかな お前からずっと、ずっと一緒にいたのに。でも、今、んさんは私のすぐそばにいるチャンスなのかもしれない。私にとって、あの日のやり直し。あの日って何なんだろう過去編。おお、来たこれだで、最後の三つ目なんやけど、えっと、前であの、今、ち鍵を開けたわけですけど、その開けた後、んで、 あの、3階の部長室に行く前に、3階の会議室のイベントを見るってあるんやけど、会議室ってこっちだったっけここ、ここ、ここに入らなあかんわけじゃ。あれこのドアは開かなかったんじゃ。もう、いっか。ここで繋がってくるんじゃ。いちゃんが開いたってことで。いちゃんおらんでないかそははは。<laughs> その代わり黒い鍵が、しかも落書き増やせないか落書き増やせないかこの落書き、一人だけ赤く塗られてる子がいる。 マイちゃんかなそれより舞ちゃんはいちゃんちゃん開いてるーこれはダクトか僕じゃ狭くて入れないなそういうことなんじゃわかったよダクトくんダクトくんじゃないわ何でダクト君って言ったえーっとセルフトこが黒い影に話しかけなあかんのじゃ舞ちゃんどこ行ったんおお 暗い、冷たい、真っ赤になった。石の上。鳴き声だけが聞こえるよ。いなくなったのだ。これ、まいちゃんのことなんじゃ、いなくなったのだ。あれって。真っ赤な石の上。いなくなった子。一体、何があったんだ。真っ赤な石の。真っ赤になった石の上って、なんなん。どういう意味だったんだろう。 けどこの赤いんがいちゃんってことは間違いなさそうな気がするんよな。とりあえずこれでもう全部終わったんちゃうんこれ。まあ、一応セーブしとくわで、これさ、タイトル戻ったら、出とんじゃんはテな全部。うん。あれ出てない。あ、でもひ、おぉああ,あ出たなんかはテナ出たスペシャルやって 何がスペシャルなんだってことはハテナって来たよスペシャル来たスペシャル来たよ <laughs> これまではノーマルだったけど今回からスペシャルだぞお前らやったなお前ら行けスペシャルスペシャルスペシャル、えー、<laughs> あ、行きたいわよよかったたまたまだったらしいわさっきの <laughs> <laughs> またって言われた後正直に行かないでって言えばよかったのそしたらきっとマイちゃん知ってんかこれ真実は変えられたお過去編じゃ元気 わすげえアルプスのアルプスでさジがクララーっていうようなレベルでさすごい伸ばしてきたねペーターはあ、はあ、はあ、やべえマちゃんの小さい頃幼女感がすげえな <laughs> 日暮らしのもなく頃の風でーーリカちゃんを思い出すねごごめんね遅くなっちゃって 全然平気そんなに急がなくても大丈夫だったのにだって、早く純に会いたかったんだもん。わあ、すげえ乙女フィルターが入ってますね、これ。でもよかった、純くん帰っちゃってたらどうしようって思ってたから。どういう心境だ、これ。そのいじ、その、あ、あざ、またお母さんに。あ あんな人お母さんじゃないもん家庭環境があれなんやなそうそんなことより遊ぼう今日ょうはまいかくれんぼがいいな <laughs> そ,そんなそんな流れでそんなことより遊ぼうと言われてもちょっとううーんとしか反応できんわ俺だったらュンんもらしいわ <laughs> そのあざを見て、そんなことに遊ぼうって言われてもさ、もうちょっとう、ううんぐらいになってしまっただろう。うんじゃあ、かくれんぼでしょあ、子供だったわ。やっぱ、純くん子供だったわ。<laughs> 切り替え早かったわ。子供っていいな。そんだけちょっと切り替えが早くて、大人になったらそんなことはなかなかできぬもんなんだよ。じゃあ、鬼決めじゃんけん。いちゃん。いきなりどうした僕は、 ちゃんとずっと一緒にいるよえ、どうしたの <laughs> じゃんけんするんじゃないの鬼決めるんじゃないのいきなりどうしたじゅんくんこのタイミングで告白しみたいなことするか <laughs> プロポーズするかねちょっとタイミングいや恋愛はタイミング大丈夫です大事なんですよお前、まあ、舞ちゃんに家族がいないなら僕がなるだってもう妹みたいなもんだもん妹欲しかったんだいやいや じゅんくん、乙女心を分かってあげなさい。まいちゃんが、まいちゃんはじゅんくんの妹になりたいんじゃないわ。彼女になりたいんだ。好きな人に、恋人に。じゅんくん、いや、ちょっとみ、え恋人じゃなくても妹でもよくなってきたような感じに反応している。<laughs> あれまいちゃん、恋人志望じゃない <laughs>、妹の路線に切り替えるパターンかなありがとう。まあ、 ジュん君は心許しとく感じやないちゃんのことをな朝今日はどうやって抜き出して公園に行こう抜き出さなあかんのじゃん <laughs> なんかスニーキング <laughs> 普通の1時が始まるかと思ったらいきなりスニーキング始まったんやけど何なん,なん左上のこの スロットみたいなて <laughs> テレララてんてんてんってスロットが揃ったらなんかのパワーアップだとかするんかな。ファイナルファンタジーやクライシスコアやん。<laughs> そういうシステムがあるんかな。それにしでもさ、この人形二つをさ、こんな部屋のど真ん中に置くあたり、ちょっとサイコパスの気があるかな。いつもお話を聞いてくれるお人形。でも、けど、何も変わらない。前のお,お友達のお人形。 うん。これ、どすどす言うん <laughs> な,な,なんでこんなこまでどすどす言うんか。早く夏休み終わらないかなおいえおかしいな。この時期の子供ってさ、どっちかって言ったら夏休みがいつまでも続いたらいいのになと思うのに、なか夏休み、早く終わらないかなって、ちょっと今の子供ってそういうタイプな。夏休み早く終わってほしいタイプな。 お勉強はいつでもできる。今はやりたくないって言いながらさあとでもやらんでしょ。わかるよ。その気持ちわかるよ。<laughs> かわいいお洋服ふないどおかまさんは怒る。ご近所さんの目があってそれしか言わない。かわいいお洋服もかわいい玩具も何もいらない。欲しいのはじゅんさんだけって言いそうやな。 全部おじいちゃんが買ってくれたもの、こんなもの、いらないよ。こんなものなんでいらないよ。よっしゃ、抜け出しに行こうぜ。うわあマジ伏せたいような感じで出てくるんじゃないお母さん。お、お母さん。あんた 昨日、家にいなかったでしょ。何か手脱ぎ出してるわーっけーわーっけーって。<laughs> お母さん、<laughs> ギャルミーじゃなく口、言葉遣いしょんで、わーっけーって。<laughs> あご、ごめんなさい。声が小さいのよわ <laughs> ーご。ごめんなさい。ちょっと待って。 ちょっと細かいところに突っ込んでいいかな今右から戦えたのになんで左から戦えたみたいな頬の傷つけだしてんのちょっとそこ細かいようだけど追いつこむよ <laughs> <laughs>。あんた見てるとイライラするわ。外に勝手に出歩けれでも困るし。あ、鍵鍵だ外から鍵かけおった。あは。お仕置きよ。今日一日部屋から出ちゃダメよ。おい。 そんなってねえで早くけだぜよて、こっちはこっちでうるさいわね。今行くわよこりゃあンデレになるわけだ。そりゃあヤンデレに悪いなるわけじゃない、いこれは。じゅさんが何よりの取り入れて、唯一の取り入れになるわけだね。外から鍵がかけられてる。でも、いつも閉じ込められてるから大丈夫。十円玉があれば開くって、前知ってるもん。 やるーあ、10円玉持ってないのかいへへへへへそうやな。意外以上こういう動画のさ、鍵の部分って、このへこみってさ、コインとかで開けれたりするんよな。俺も経験あるわ。つまりさ、10円玉を探せってか、どっかにあるんかな貯金箱はどこにあるのかな貯金箱はどこにあるのかな ?RSOC。R お確か公衆電話に使えるようにってランドセルに10円があったあ,あアイテム欄だったのや、それ。<laughs> スロットの10円玉がマークが3つ揃ったら10円玉がたくさん出てくるよ、みたいな。そういうスロットシムじゃないんだよな。あ、手帳も一緒に出ちゃった。今日は8月27日。あ今日、純ンクの誕生日だ。絶対、純ンクに会わなくちゃ。 おめでとうって言わなきゃ。どこでもいいけどさ、ほっぺの腫れ全然治らんな。<laughs> まあ、しょうがないけど。この10円をはめて、開いたよっしゃ、行こう。お、待ち伏せてないわ。やったぜ。なんかさ、この部屋さ、なんもないな。<laughs> 何か家具の一つ二つあってもおかしくないのになんもないな。 ここはお母さんのお部屋。入ったら怒られちゃう。ここは物置。お<っ>鍵がかかってるみたい。びっくりした。ドスーって、ね、中からお母さんができてきて、バッドエンドみたいな感じになるんじゃないかなって。ちょっと、ヒヤッとした。ヒヤッとしたね。わおそういう系のゲームですか。そういう系のゲームなんですね。了解しました。つまり、スニッキングです。 どうですかおおん,おんおん、あーおか、そういうイベントに一回入るんじゃ。そうあお母さんいるわ、みたいなイベントはちゃんと入らなあかんタイプなんじゃ、これ。<laughs> 誰か電話してる。前には気づいていないみたい。すごい稽古越しでしゃべってるね。電話相手は恋人なのか。すーっあ見つかった。 ハ <laughs> <laughs> あ、あ、あ、もう電話で集中してるじゃないのかそこまで近づいてないのになぜわかったお前はニュータイプかお前はあんたどうやって部屋出たわけ部屋に戻りなさいよ戻されちゃいましたいい部屋から一方出るんじゃないわよそういうことが。ああ、れ電話やめようったでお母さんやった電話やめたらもう鈴通りじゃこっちでいいんか こっちでいいんかお父さんや。あ、お父さん、前に気づいていないみたい。静かに歩けば気遣いなさそう。お父さんの動きに注意してから移動しよう。何なんなんネットほどに。 <laughs> 寝とったやん寝とったやん今 <laughs> なんで気づいて、あれれじゃないわ、お前は <laughs>。もう当たり前のから、ごとくさ、出てくるじゃないわ <laughs>。お父さんの動き注意しなくなってさ <laughs>、注意する <laughs>、注,<意す> <laughs> 注意する余地なかったやん <laughs>。あれれこんなとこるに何してんのかな木原くん。ってアクセラレーターや。アクセラレーターみたいな感じになってるよ ごごめんなさこコードコしやがって、早く部屋行けいいか部屋が一方出んなよ <laughs> いやさ、これさ、何でも何でもまた出てくるんやけどさ、そろそろさ、もうちょい、なかなかあかんような鍵つければいいのにって両親思うやけど <laughs>。<laughs> ちょっと待っとっておお、来たわ。あ、そうか。 多分タイミング悪く、この、うとうとのところお、この、起きたときにちょっと音が立っとったらダメだおおう危ない。おいおいっおいっおいっ,いっ,いっあちゃうんかい <laughs> ちょお母さんおるんかい電話したとこっちに来たんかいなんだいじゃどっちだよ あーミスールルーったおーるる来てゃったえそっから出れるんかいえーちょっとなんかちょっとこっちも見てみようかなと思ったらなんかあれ起きそうな気がするんやけどえなになに はあ、またエラーこのせとクシななのよもうなんでこのタイミングでエラーとか出るのあ,あ私の運命はどういうことあれなんでお風呂場のドアが開いてるわけあ閉じてるわけ開いてるわけがちょっと何してんの部やにいるって言ったのにほ当言ううこと聞かないのねいい加減にしろどうもありがとうございました <laughs> いつもこのパターンだよああ 川の流れのように私を待ってる人がいるよいしじゃあこのままもう行け行けこれ行けあよいしじゃ。 前、靴持ってくるの忘れちゃったこれも親じゃ出られない。どうしよう。今さらいいかり気づくんじゃないわ、お前。結構長い時間おったやろうが。あえー、<laughs> タイミングよくできすぎてろ、このババア。<laughs> 何回この光景を見たあ、靴あるでよ、読みだ、これ。女じゃないか <laughs> 棒のようなもの隣にあるよかざあ真ん中がアイテムだ真ん中が靴かおおなんか調整精神いイエーチェーンえコマンドゲーになっちゃった <laughs> チェーン外れたやったぜ靴履かなきゃあここ靴あったん で、静かに、ああ、靴は取ったけど、ここから出れるみたいな。真ん中のアイテムなだったんや真ん中のアイテム取らずに来ちゃったけど、いいのかこれ。はあはあはあ。純くんいないの性格抜き出せたのに、純くんはお誕生日だから一緒にいたかった。お祝いしたかったのに。 あ、これあれか。この年やけん、あの、事故が起きこった日なんじゃな、これ。で、今、会社の方でさ、あの、れん君と、あの、かなちゃんとの3人で、やってるよ、みたいな、そんな話になっとって、事故が起きて、ドーンってなってしまった感じじゃ。そういうことだったんじゃ。あ、お、あれそうじゃなかったマイちゃんュンんよかったあ、ジュん、君今日お誕生日でしょ いつも前に会わせてくれるしだから今日は何して遊ぶのうーんそうだねじゃあ今日は麻雀して遊ぼうよとか言うたらジュンええー、ってなるよジュンくん麻雀知ってるんだってすごいなってあ今日はね遊べないんだお嬢さんの会社でいかなくちゃ行きたくてへへへへん御曹司ってなかなか大変でねへへへめっちゃいやらしいことを言ってるジュンそうだ麻イちゃんも行こうよ 最近友達になったカナちゃんって子供来るんだよ。みんなで遊ぼうよ。おっと、ジュンくん爆弾を放り込んだね。カナちゃんっていうさ、別の女の子の名前だったらもう、今のイちゃんにとってどれだけ動画性に火をつけた状態になるだろうか。みんなでああ、でもイ行、まあ、けないすごく行きたいけど、また怒られちゃうから。<laughs> いや、すでに何度も怒られてるわ。 あとよう見たらまいちゃんようやく手の、手のあざ消えたね。あの手の跡消えたんだねほっぺ。まいちゃん、無理しないで。ごめん。僕お兄ちゃんになったのに何もできなくて。えいい、の。じゅんくんは何も悪くないよ。じゅんくんがいてくれるからマイ頑張れるよ。だから、いってらっしゃい。うん。ごめんね。まだね。この後か。 この後で会社に行ってあの事件が起こるんじゃ。あ。んああ、お、お誕生日、おめでとう。ありがとう。グッジョ o ブ。ああ、一人きりになっちゃった。ジゅンくん、今日も来ないのかなあ、ここじゃ。でも、うこの時点でジュンくん死んでしまっとるけんみたいな話じゃ。 んを、今日もじゅんくんは来なかった前の日もその前の日もずっと一生って約束したのに嘘つきあなんだろうすごい人がいっぱいいる。 かわいそうに正確の誕生日になくなろうなんて。なくなった？何かなくしたのかな？かなちゃんって女の子をかわって。かなちゃん、確かジュン君お友達。あ、お父さん。パピーパピーレイ君来てくれたんだね。ありがとう。この目さんが。 じゅんが握りしめていたんだ。君たち3人の大切なものだったね。私が預かってもいいかな。ありがとう。なぜお前が預かるのだ俺がいたら何か変わったかな俺がいたらじゅんは死ながらなかったのかなえだだだだだダダ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  こういう感じだったんじゃ。私が我慢しなかったら、ある時一緒についていったら、だから自分の気持ちに正直にしたいようにすることにしたの。それが大人になってからの舞ちゃんのあのやんでレ感だったんじゃ。もう確かにさ、やりたいことをやろうと決めた、もう、はつらつ感があったもんな。元気ハツラツオロナミしいやもんな。<laughs> そんな感じだったもんな、確かに。後悔しないために。なるほどな。 チャプターゼロ、クロアナマイこんな感じだったんじゃ。そうか。要するに、ハテの部分って、よう考え、本編で結局語られず姉妹だったマイちゃんの過去のことを言うこのスペシャルで見れた感じなんじゃ。というわけで、今回。 宵い闇の影全てを見終わりました。まあ、あれやな。どっちかって言ったら、スペシャルはさ、あの、まあ、舞ちゃんがどんな人物だった,だったかっていう、まあ、ガヤなんつうか、まあ、補足的な感じだったんやな。了解した。<laughs> よっしゃ。というわけで、今回、本当の本当の意味で最終回というわけで、まあ、全部、宵い闇の影の全部を見てくださったわけですが、 まあ、すごい悲しい話というか <laughs>、ちょいちょいキャラクターがさ、個性的で良かったような、そんなゲームだったと思います。それださて、予想外なことが起きすぎないよな <laughs>。いやいや,いやあのさ、エンディングが全部、全部のエンディングがさ、予想外なことが起きすぎだったよ、今回 <laughs>。というわけで、予想外なことが起こりまくった結果、このエンドにたどり着いたのは、よいあいの影です。 最後まで予想外でさ、こういうことだったんじゃって真実やな。けど最後の最後でこれまでのさ不思議に思いとったことが一気に解決したって。で、唯一分かってなかったマイさんの過去の、マ、ま、イさんのことがこのスペシャルで分かったみたいな、そんな内容だったね。よっしゃ。こういうさ、予想を裏切ってくるようなゲームがなかなか面白いと思うよな、フリーゲームって。こういうゲーム大好き。 というわけで、酔闇の影、そういう感じで楽しめさせていただきました。まあ、作者さんの過去作もちょっとチェックして、面白そうだったら実況させていただきますんで、またよろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。週あげ